皆さんどうもこんばんは、ブラックヒョコでございます。さて本日私がレビューするものは、あ、こいつ、そう、やたらとね爆売れしているこのインクさんのねクレンジングバームなんですけれども、正直にちょっと今回ねレビューしたいなっていうのはちょっとあまりにも衝撃的すぎて、あと案の定ね調べてみたらまあっていうのがいろいろあって、まあインクさんには申し訳ないんですけど、僕はもう忖度なし、あの案件だとしてもいつもあの本当にバカほど徹底的にレビューしているので、案件ではないんですが申し訳ないですけど本当にちょっと正直にお話しさせていただきます。ちょっとね言っていいのかなということで、皆さんももしかしたらこれ買ってる人結構いるんじゃないですかね。コストパフォーマンス抜群と言われているインクさんのクレンジングバームですね。もう名前がすごいシンプルでいいですよね。インククレンジングバーム GR、まあ、僕はゼラニウムの代わりなのでこれを選んでるんですけれども、そうですね、まあ徹底レビューをちょっとしたいなということで、これの良さ、さらにはデメリットとか、あとはこういう点はもしかしたら注意した方がいいですよっていうのをちょっと徹底的にねお話しさせていただきます。そして最後に総評として100からの、まあ、点数をつけさせていただきます。大変インクさんにはすごい失礼ながらも、私なりのちょっと点数をつけさせていただきます。それではヒョクのぶった切りレビューやっていきましょう。レッツゴー。ということで、通販サイトでね、もういろんなところでもね、本当に1位を取っておりますね。Amazon だったり、楽天だったり、Q10だったりと、いろんなところでね、なんか1位を1回はね、経験しているものなんですけども、なんかその1位をね、常に1位みたいな感じで、こうなんか宣伝がされていて、まあこれはどうなんだろうって、景品表示法だっけ、なんかそういうの的にどうなんだろうって思うんですが、まあそこは一旦置いといて、まあインクさんのこのクレンジングバーム、いろんな香りございます。まず、この商品についてざっくりと説明しますと、インクさんというこのブランドでですね、クレンジングバームが多分一番売れてるのかなと思うんですけれども、基本的にですね香りがいくつか選べます。僕はゼラニウムを選んでいますが、無香料もございますし、あとクレイというものもございますし、結構いろんな香りがあるんですけれども、基本的にですね1個単体でも買えるのかな、多分買えると思うんですが、僕が買ったのはですね、なんと3000円と書いてあったんですね。3000円と書いてあったんですが、3個セットでございます。1個単体は売っておりませんでした。しかもこの3個セットは全部同じ香りしか選べないっていうね、せめて別の香り選ばせてくれよって思ったんですけど、まずそこがマイナスポイントね。そこがまず1個目のマイナスポイントで、ちょっと僕もメモってきちゃったもん。もうなんかあまりにもねプンスカプンスカすぎて、このクレンジングバーム、ちなみに使用回数は4回です。だからまだ回数がすごい多いわけではないんですが、もう4回で僕は見切りました。最新話のアニメも3話までで見切るみたいな感じで申し訳ないんですけれども、とろける無添加クレンジングってやつですね。はい、すごい売れてるんですよ。通販サイトによっては何十万個も売れてるし、評価もね5点満点中 4.8 だったりとすごい高いんです。でもこの評価、よくレビューを見てみてください。そうするとちょっと見えてくるものがあると思います。ちなみにお値段、先ほど言いましたが3000円です。販売価格は3600円となっておりますが、なんとセール実施時間0時から10時までだったりとか、9時から0時までだったりと、僕も買ったのがですね3000円だったんですね。つまりどういうことかと言いますとですね、24時間タイムセール中なんです。つまりこの3000円というのがもう販売価格なわけですね。そこがまずちょっとどうなのって思うんですけど、なんで同じやつ3つやねんっていうねあとね、これちょっと使用期限書いてほしかったな。ないんですよね。まあ降りる、まあとはいえね、3000円単位でしか買えなくて、だ要は3つを強制的に買わなきゃいけない。まあ通販サイトにもよるかもしれないんですが、ゼラニウムとクレイと無香料で3つ買いたかったんですが、もう1個しか選べないっていうので、まあ、3つを強制的に買いました。なのでつまり1個あたり、まあ、1000円単価ってことですね。だからこれ1個で1000円のクレンジングバームって考えたら、割と安いなって思いますよね。そうなんです、その安さがこのクレンジングバームの一番のメリットですね。で、いろいろとこのクレンジングのね商品の良さ、僕も調べましたし、成分もじっくりと見させていただきましたし、実際に使用感もメイク落としの使用感、さらに洗い上がりの突っ張り感とか保湿感とか、それらも全部洗浄力も含めてね総評をいろいろと出しました。ちなみに先ほど言ったレビューめちゃくちゃあって、星5点満点中 4.8 とあるんですけども、これレビュー見てみるとですね、まあ、この手のレビューって多分購入してレビューを書いたら何かがついてくるとか、そういう約束があったりとするものもあるんですね。だから多分購入して届くのは楽しみですとか、届きました、これから使用が楽しみですっていうレビューで、まあ、4点とか5点つけてる方が非常に多かったんですね。僕がいろいろ見てった中で、僕と同じ意見だなっていうレビューの方がいまして、
してですね、このレビューを撮ってるのが4月の中旬なんですが、2023年4月8日にあったレビューで、まあ、他のねクレンジングバームをいろいろ使ってきたが、これは本当に落ちないと、でうまく乳化しないからいつまでもヌルヌルが残る。でもう一人、この人も2023年4月5日ですね。でこの人はクレイタイプ、洗い流した後の被膜感がすごいと。そう、それがねちょっとまあマイナスポイント2つ目ですね。被膜感、あのなんか膜が残る感じがねちょっとあるんですよね。でこれが僕の中では2つ考えられたんですよ。1個は成分の中にですね、セラミド、スクワラン、あとアルガンオイルが書いてあったんですね。でアルガンオイルとセラミドってすごく相性がいいんです。相性はいいんですが、ちょっとねこう洗い流した後にさっぱり感はあんまりないんですね。その代わり保湿はされてるけど、なんかあーちょっとまあこうもっかい洗いたいなっていう感じが残る場合もあるんです。でスクワラーはもちろんね保湿力も高めてくれるしすごくいいんですけれども、セラミド自体があのね肌の水分バリアの機能をね高めてくれるものなので、アルガンオイルが含まれていると、アルガンオイルってちょっとね、まあ、残りやすいっちゃ残りやすいんですね。その保湿感を与えてくれるのでそこはすごくいいんですが、このバームでクレンジングした後はちょっとダブル洗顔かなっていうのが僕の正直な感想ですね。正直洗浄力は5点満点中3.5 ぐらいですね。欲的には。はい。実際に僕がこの腕にですね、アイラインをバーって引いたもの、さらにアイメイクですね、アイシャドウをバーって引いたもの、あとリップをね、塗ったもの、あとハイライト、ちょっとラメの感じがどれだけちゃんと、落とせるかっていうのを見たかったので、ハイライトをバーって塗ったもので、クレンジングを試したんですけれども、マスカラ、アイライナー、アイシャドウ、リップ、ハイライト。では実際にインクの、ちょっと多めに消えるのかやってみましょう。うん、メイクのねこうやって溶かしてくれる力はすごい強いんですけどね。メイクはね溶けるけど、まあ、リップはね正直ティントだからちょっと残りやすいのはしょうがないんですが、マスカラとかねウォータープルーフだとちょっとね落ちにくいですね。まあアイシャドウとか多分おそらくファンでは割と落ちやすい方だと思うんですが、では乳化してみましょう。なんかスルスルっとした乳化ですね。なんかあんまりテクスチャーがちょっとこってりになる感じはなく、あ、でも乳化したら割と結構こすったな。そうですね、やっぱこのね、まあでもねアルガンオイルが入ってるからそうなんですけどね。まあティントは正直時間の置き具合で変わるものもあるからしょうがないとして、それ以外は割とというか結構綺麗に、やっぱメイクはね落ちることは落ちます。非常に綺麗に落ちますがってことですね。洗浄力はそんなに高くないですね。みんなが洗浄力高い高いって言ってるのが僕には正直っていう感じもありましたね。あとこの被膜感がすごいって、要はメリットで言うと肌が傷みにくい状態ではあるんですね。膜感があるから乾燥しにくい状態にはもちろんなるので、それが保湿感につながるっていうのでメリットは一つあります。ですが逆にデメリットで言うと毛穴をね詰まらせちゃうので、それこそ毛穴の中に皮脂が溜まっちゃって炎症を起こして吹き出物になったりと、顎とかねこの辺とか、あと小鼻周りとか吹き出物になりやすいですね。だからかわかんないけどレビューを見てみるとですね、これを使ったらなんか吹き出物が出てきたとか、ニキビがすごいできちゃったっていう方も結構いらっしゃったんですね。だからおそらくそれが原因だと思いますね。でなんでかって僕すごい考えたんですよ。なんでだろうって僕も実際に使ってて、何が原因なんだろうって思って、このクレンジングがねバームでなんでここまで毛が詰まりやすいんだろうと思ったら、これ乳化がほぼしづらいんですよね。先ほどのレビューにもあったんですけど、水で濡らしてもね乳化がねあんまりないんですよ。でクレンジングのオイルもそうだし、バームもそうなんですけど、バームって要は厳密的にはクレンジングオイルと一緒なんですね。だから本来であればクレンジングオイルで皆さんのメイクの上をこうやって滑らせるじゃないですか。でまずメイクを溶かして、その後お湯とかをこう当てて乳化させるんですね。その乳化をしっかりとね顔全体にあの白くなることなんですけど、クレンジングオイルに水混ぜてちょっと白くなるじゃないですか。で少しなんかこってりとしたような感じになると思うんですが、その乳化の状態でもしっかりと洗ってあげることが大事なんですね。でそれでクレンジングオイルだとしっかりとメイクも落として、ちょっと突っ張り感があると思うんですが、それはしっかりと余分な油分、角質用の余分な油分をしっかりと落としているからなんですけれども、その代わりクレンジングオイルのデメリットとしてはちょっと乾燥しやすいんですよね。すごい水分がね蒸発しやすい状態になっているので、ただしっかり落としたいならオイルなんですが、この乳化って
っていう過程が日々の夜のスキンケア、特にその洗顔の代わりにねクレンジングでやっている場合はすごく大事になってくるんですけど、乳化がちょっとねしづらいっていうのはありましたね。単純なオイルベースの油分感をこう溶かしてくれる力は強いんですけど、シンプルにその毛穴の老廃物とかの除去力はそこまで高くないですね。もうこれはもう本当今説明した通りの理由がそれなんですけれども、だから多分レビューでもそのニキビができちゃった、吹き出物になりやすいっていうレビューが多いのがおそらくそれが原因だと思いますね。まあメイクが落ちませんっていう人は多分ちゃんと塗ってないからだと思います。普通にメイクは落ちるんですが、ラメはねちょっと落ちにくかったかなっていうのは覚えてますね。逆に言えば普通にお湯とか、まあ、クレンジングウォーターとかで落ちるようなアイライナーとかだったらしっかりと落ちるんですけど、多分ウォータープルーフのマスカラとかだとちょっとしっかりめにやんないと多分落ちにくいかなっていう印象ですね。あとこれね、レビュー見ると面白いのが、星1つけてる人が、もう何回もリピしてるとか、リピ買いですっていう人が、星1なんですよね。だからこれは多分、購入して、あまりにも、多分、その人本人が気に入らなかったんでしょうね。でも、星1つけて、多分悪いレビューを書くと、この販売元側が多分、そのレビューを公式に表に出さないようにされてるのかわかんないんですが、推測ですよ、あくまでも。なんかそういうのがあるのかわかんないんですけど、そういうのがあるから、きっとおそらく、もう文章だけでもねすごい明るい文章にして、星はちゃんと自分の心の声を張ってる人もいますね。もしかもうこの星の付け方がわからないっていう人、そんな人いるかな、ちょっとわかんないけど吹き出物がね速攻で出てきたっていう方はおそらくそれが原因だと思いますね。乳化がしづらいっていうので毛穴の老廃物をねちょっとね落としきりにくいっていう感じですね。だからメイク自体の表面上のこのメイクとかアイシャドウとかトーンアップのベースとファンデとかは普通に落ちるかなって感じです。落ちるっていうか、まあしっかり溶けてはくれるんですけど、やっぱどうしても乳化がしづらいので、ちょっと先ほども言ったようにその膜を張ってる感じっていうか、ちょっとヌルヌル感は少し残るかなっていう印象ですね。っていうのがまあちょっと正直なレビューで、他にも毛穴になんかファンデが溜まりまくってましたっていうのもおそらくそうですね。要はメイクを溶かしてくれるんですよ。ただしっかりとこう乳化することでさ、しっかりと角質とか毛穴の汚れとかも全部浮かしてしっかりと吸収して落とすっていう力まではそんなに強くないから、溶けたメイクがそのまま毛穴に残ってそれで吹き出物に繋がってるんだと思うんですよね。まあ原理的には多分おそらくそんな感じです。はい。ただもちろんいい面もございます。ちょっとあまりにも今メリットを言わなさすぎてるので、メリットをお話しますと、成分は非常にねこだわってるんですよ。ただ成分のこの濃度、どれだけの割合を入れてるかは成分それぞれの濃度まで書く義理はないので、そこまでは僕もわからないんですが、一応成分を見た感じではすごくねこだわっていますね。先ほど言ったようにスクワランも入っていたり、あとセラミドはですね3種類含んでいるのと、あと先ほど言ったようにアルガンオイルですね。アルガンオイルをバームじゃなくて僕はね洗顔フォームの方がいいと思うんですよね。洗顔フォームだったらその毛穴とかね古い角質とかこの老廃物のね除去力に強い洗顔フォームと一緒に使うことで、それを落としつつも肌が水分を蒸発しないようにアルガンオイルでしっかりとね保護してくれる感じなので、洗顔フォームとだったらすごくねいいんですが、とはいえまあアルガンオイルって実はクレンジングオイルにね結構入ってることも多いんですよね。まあホーバーオイル確か入ってるんじゃなかったっけかな、ホーバーオイルも入ってたと思うんですが、ちょっと見つけられない。もしかしたら入ってるかも。あーこれ、いやー一個もう一個良くない点見つけちゃったな。これね、いろんなフリーっていうのを歌ってるんですね。無着色、パラベンフリーとか、合成色素フリーとか、合成色素と無着色一緒じゃねって思うんですが、シリコンフリーとか、あとアルコール不使用と書いていって、ここがちょっとね、いや、なんか、うまい書き方だなって思いました。アルコールフリーじゃなくて、不使用って書いてるところが、なるほどなとちょっと思って、これ見た感じだと、あ、エタノール類一切含んでないんだって思うじゃないですか。もちろん確かに、エタノールは入ってないです。成分表見ると。でも、皆さんこれ覚えてますか？僕多分別の動画でお話ししたのかな、ショート動画で話したかな、パラベンフリーとかエタノールフリーとかで注意しなきゃいけない成分表の表示っていうので説明したか、ちょっと覚えてないんですけど、アルコール不使用って書いてるってことは、要は、アルコールは入ってないですよっていう風に書いてあるんですけど、一番下に見るとね、フェノキシエタノールって書いてあるんですけれども、要は、アルコール自体は使ってないんですね。不使用って書いてあるから、確かにそうなんですよ。エタノールは使って、
ってない。で、パラベンフリーって書いてあったじゃないですか。書いてあるんですね。パラベンフリーと書いてある。パラベンって皆さん、要はこれ防腐剤を使っていませんよってなんか一見見えるじゃないですか。でも実際はフェノキシエタノールもですね、防腐剤として使われる成分なんですね。パラベンほど強くはないんですよ、その腐敗を防ぐ力は。でもフェノキシエタノールを含ませることで、その腐敗を遅らせる、要は腐りにくくする、その代わり防腐剤として入ってるので、まあ、そこがちょっと人によっては毒性というか、まあ刺激性を感じやすい人ももちろんいます。多分肌が荒れたっていう方はおそらくそういった防腐剤に関するものでちょっと刺激性を感じやすい敏感な肌な方だと思うんですけど、まあ要はパラベンフリーって書いてあると、まあそうだよな、いや別に間違ったことは書いてないんですよ、何も間違ってないの、本当にちゃんとスルスルっと抜けてこう書いてるイメージとしては、おーうめえなっていう感じ、こう玉全部避けながらこう書いてる感じですね。アルコール不使用、確かに。パラベンフリー、確かに。じゃあ防腐剤フリーですかって聞いたら、多分インクさんはうんって多分なると思うんですよまあそういうところですね。まあまあでも今時ね、でもね、フェノキシエタノールぐらいは許してあげてもいいかなと思うんですが、まあなんせね、その防腐剤でちょっとアレルギー反応を起こしやすいとか刺激を感じやすいっていう方もいるので、まあそこがね、ちょっとグリーン等級じゃないからこそ多分そういうのがあるかなと思いますね。だから EWG のグリーン等級って実はすごいんですよ。刺激性がもうほぼない成分だけで構成されているから、まあ、その代わりね、使用期限も短かったりとするんですが、でこれは肝心なその使用期限は書いていないんですけども、基本的にその BG とかあのフェノキシエタノールっていうのは基本的に多分大体のスキンケアに入ってることが多いんですね。フェノキシエタノールはちょっと物によるんですが、 BG は割と入ってることが多くてって感じです。あ、ホーバーオイル入ってますね。だからそのね、メイクをね溶かす力はね強いと思うんですけど、だからそれで多分洗浄力強いって思ってる方がいらっしゃるんですが、実際は乳化の力はそこまで強くないなって僕はちょっと感じまして、それがおそらく残りやすいっていうところにつながるかなという感じですね。で香りはですね、ゼラニウムの香りはまあします。そんなに強くはないです。でもそんな強くても困るんですが、とはいえ3つはいらんってもう大愛用してる人は3つでもいいと思うんですけど、これ1個単体もちょっとこの、ね、公式サイトで買ったんですよ、僕。通販サイトの中の公式ショップで買ったんですけれども、でもやっぱり1個単体じゃなくてこの3つセットで3000円のものしかなかったんですね。で、香りは別々には選べない。全部同じ香りしか選べないっていう。まあ、そこがちょっとね、せめてじゃあ試せるように初めての人は手に取りやすいように全部違うものを選べたらいいのかなと思うんですけど、あとはまあ正直に言って1個あたり1000円なわけじゃないですか。1000円には1000円の理由があるんです。こんなに、ね、大きくて 90g、90g、90g、270g です。で、3000円。かなりコスパいいです。だから、もう何でもいいと。私は肌強いし、全然毛穴の詰まりとかもないし、なんならもうダブル洗顔絶対するからっていう人は全然ありです。だこれは正直僕はダブル洗顔ありで使うんだったら全然僕もありです。成分もすごいこだわっているのでね。あと先ほど言ったようにですね、セラミドーム類もしっかりと入っていますし、オイル類、ホーバーオイルでしっかりとメイク落とし、あとアラガンオイルでね保湿もできるから、保湿っていうかあの水分を逃がさないようにしてくれるので、まあいわゆる僕みたいにその乾燥肌の人にはすごくいい成分の組み合わせですね。まあただ洗浄力っていうかその溶かす力は強いけど、洗浄はそうでもないかなっていうイメージですね。ということで局的総評に入りたいと思います。インクさん、ここまですいません好き勝手言ってしまいすみません。ですが本当に僕が使った正直な感想でございます。まあ先ほど言ったようにその洗浄力 3.5 っていうのは、溶かす力は実際にテストしてみて、だってこの溶かすっていうのがね、その皮脂の溶かす力はそこまででもないかなって感じだったんですよね。角質の本当に表面上のメイクの油分を溶かすのは優れているから、そこが星、まあ、仮に4だとして、洗浄力、まあ、全体的な話をして、その毛穴の老廃物とかの洗浄力はそんな高くないから、そこを3として、まあ平均洗浄力 3.5 って感じですね。で保湿力、まあ、この被膜感をねどう捉えるかにもよるんですが、いやでもな、僕はこれダブル洗顔をおすすめしたいので、保湿力は正直3で、コスパはいいですね。まあ、1個あたり1000円なわけですから、で 90g とたっぷり入っています。まあ、でコスパは 4.5 ぐらい。あでもな、洗顔フォームを使う、いや4
コストが非常に安くてパフォーマンス力がそんなに高くないけど、コストの安さでなんとかこうなんか数値を上げてるっていうイメージですね。だ値段にしてはすごくいいです。最初の期待値を低く見積もって入ったらうおーってなるけど、なんかすげえ人気じゃんっていうので、めっちゃ安くてこんなに人気なのめっちゃいいじゃんって、こうレビューの中身ちゃんと見ず使ってみたら、あれなんか吹き出物できちゃったっていう人も現れるかもしれませんので、まあそこはちょっとあのご自身の判断にお任せします。はい、まあ、もちろん気に入ってる方もたくさんいらっしゃると思うんでね、まあくまでこれは僕個人の意見ですっていうのをしっかりとこう画面デカデカと個人の意見です。はい。という感じです。はい。まあ、正直その成分がね、たくさんいいものが、名前だけはすごいたくさん入ってるんですが、実際のその濃度は正直わかりません。前ね、別のブランドでもありましたよね。グルタチオン、なんかもう本当になんかもう、こんだけしか入ってないけど、なんか、ね、商品名がグルタチオンっていうクリームっていうものがあったりとか、まあ、そういうのもあるので、入ってればね、かけるからね、とりあえずね。まあ、そこはあんまり鵜呑みしすぎないように皆さんも気をつけてください。実際に使用してみて、肌で実感するのが一番ベストですね。ということで、最後に僕がやることは一つですね。インクさん、すいません。